どうもこんにちは、アシアンウェイデンと、いやー今日はメタルプロレスラーのフーマと一緒にちょっと YouTube 撮影しようと思ってます。今日は何をやるかっていうと、フィンランドの友達イエレとその友達トピアスがなんか日本にわざわざお菓子を送ってくれて、ちょっとこれ食べてくれってお菓子を送ってくれたんで、今日はそのお菓子を食おうと思います。なパッケージの色がおかしい。色がおかしい。実は俺こっち知ってんの。現地食ったのよ、これ。ここで俺食ったこれは、じゃあ風磨さん食っていいよ。いや俺オーバーリアクションとかできないからね。オーバーキルしてくれる。オーバーキルしてる。あの見た目は全然すごい可愛いだし。ベア組ベア組だから一個食べる。いくらみたいな。いやいくらって例え下手か。どんなちょっと俺も俺だと食べるでしょ。これやばいわ、ちょっと飲み物ないときついわ。いや辛いんだよこれ。じゃあこれ残る辛さだなこれ。しかも最初甘いじゃん、なんか一口オレンジの味がして、うわかナパームなんたって書いてある。なんか多分それ系の唐辛子って感じ。これ辛さ10分の4らしい。じゃあこれ出したナパーム組一気食いします。いきます。ダメじゃん飲めないよ。はい、これじゃ終わり。これで終わりじゃありません。このあいややべ、説明して。いや俺全然わかんないよ。あーキャンディーだ。キャンディーで辛さ、なんでキャンディーに辛さとかあるの。10分の6。あーやべやべ、後から来る。まあ普通の甘いですね、見た目は。甘そうな、はい、どう。いや甘いんだけど辛いわこれも、うん、じゃあ思いついていきたいです。オレンジの、あー辛いじゃねえかよ。辛いじゃねえかよ。辛いし、なんか甘いじゃん。なんで甘いの。甘い、初め甘さから来るでしょ。あーこれ辛いわ。あーさっきのより辛いわ。あーいや、俺噛んでもね、噛むとやっぱり辛さもね、染み込んでくるんですよ、下に。あ、これ色持って帰るです。いや、今じゃあこれ視聴者限定プレゼントいたします。あの欲しい。期間にやったやべー、期間に涙出てきた。やべ、あと来るわこれ。あーよたえが遠い。ああ、家でとトピアスふざけんなクソみてえのも送ってきやがって。ファック、ビッツー。